皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございますの方もいらっしゃいますかね。今日はですね、先日私がこのリターンボード、返球ボード、リバウンドボード、いろんな呼び方ありますけれども、これを使ってフォアドライブを1000回続けますみたいなしょうもない動画を上げさせてもらったんですけれども、その動画について反響はあまり大きくはなかったんですが、この返球ボードについて、どこで買ったの、どこで手に入れられるの、こんな問い合わせが多数来たわけですね。ですんで、この場を借りてどこで買ったかっていうのを紹介しようかなと思います。私はこれ Amazon で買いました。Amazon で買ったんですけど、特別何かすごいものがあるわけではなくて、ただ単純にこういったネジの調整で高さが変えれますよ、この部分で角度変えれますよ、でここにはですねゴムがついてるんですけれども、ものによっては本物の卓球のラバーを貼るような仕様の返球ボードもあるようなんですけれど、私とにかく安いものを買おうと思って、安価なもので選んだのがこれです。これのいいところは卓球のラバーじゃないんですね。これその辺のホームセンターとかに何かに使うゴムのシート売ってると思うんですけど、そんなもんに近いんじゃないのかなっていうようなゴムがついてます。で、実際自分がドライブをしました、ボール返ってきます、これもどちらかというと返ってくるボールが表ソフトでブロックしてもらったようなボールが返ってきます。ですので自分の手元で伸びたりすることはありません。もうちょっと伸びてほしいっていう場合は、本物のラバーをここに貼ればできるのかなとも思うんですけれども、表ソフトに対してずっとドライブをかけ続けるということを昔やっていたんで、ドライブが安定するようになったんじゃないかなみたいに思ってる節があるんですね。今の時代あんまりそういった選手が多くない、表ソフトを使ってる選手っていうのもね、そんなに多くない時代でもありますんで、今の時代だと私はこれおすすめではあるんですけど、実際に返ってくるボールと違うじゃないかっていう感じになりかねません。ただまあ練習用としてはかなり安定して返ってくるなっていう印象があるんで、本物のラバーを貼ったものでやったことがないんでよく分かりませんけれども、私としてはこれはいい買い物をしたなと思います。 Amazon で売ってますけれども、 Amazon で売ってますっていうことを説明してもなかなかインターネットショッピング抵抗ある方とかも多くいらっしゃるのかな。この動画の概要欄、説明欄ですね、そこにこれのリンク貼っておきますので、もしよかったらそこから購入してください。そこから購入してもらうことで、まあ、ちょっと私の方にリターンが来るような形に設定をしましたんで、これが欲しくて買おうと思ってたんだみたいな方はね、ぜひそちらから購入いただければなと思います。まあでもどこでも買えるものでもないかも分かりませんが、大したものでもないので自分で作るっていう方もたくさんいらっしゃいます。まあ本当はちゃんとしたラバーついてる方がいいのかも分かりません。試したことがないので
何とも言えませんけどね。ただ私はこれ結構気に入ってまして、ずっとドライブするっていう練習、かなり安定させることもできますし、同じタッチでずっと打ち続けるっていうのはドライブマンにとってはかなり重要なポイントにはなってきますので、上達に欠かせない要素の一つは手に入るかも分かりません。でも実際結構難しいんで、どうかな、みんながみんなできるようになりますかって言われると正直分からないところでもあります。ちょっとした角度の調整で変わったりもしますんで、簡単にすることもできますけれども、正直結構難しいです。まあ私フォアハンドでやったからすぐに続きましたけれど、それをバックハンドでやってたら何回もチャレンジしなければいけなかったんじゃないかなとは思いますけれどもね。皆さんこんなんで上達ができるか分かりませんけど、根気よくやれば上達につなげることはできるのかな。まあ要は使い方次第ではありますけれどもね。どちらかというとパン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 打ってやるよりはちょっと引っ掛ける方が向いてるのかなとも思うんですけど、角度をうまく調整してあげればパンパンパンってやってもずっと続けることはできます。どちらかというとこの角度次第みたいなところもありますけれども、まあでも練習にはなりますんで、気になる方はねぜひ試してみてください。そんなに高いもんではないんですけれども、どうかな、作った方が安いです。作るのめんどくさかったんで頼んじゃいました。おそらくですけれど中国かどっかから来るんじゃないかなと思います。ですんですぐに届きませんでした。1週間ぐらいはかかったと思いますけれど、その時の状況によってもその辺は変わってくるのかなとは思います。気になる方はぜひこれ使ってみて、1000回のチャレンジをやってみてください。まあこんなんを1000回も続ける頭のおかしな人間、私ぐらいしかいないかも分かりませんけれど、私もできたよみたいなねコメントが来るのを楽しみにしてますので、ぜひチャレンジしてみてください。今日はまあこのね返球ボードの紹介っていうことで、本当に質問が多かったんでこうやって動画にして紹介する形になりました。どうやって手に入れたらいいのかわからないっていう方にとってはね、参考になる動画になったかもわかりませんけど、ぜひ気になる方は使ってみてくださいね。